最近調子はどうだ？もしどこか具合が悪かったら無理するなよ。うん、悪くない。くつろぐにはぴったしの場所だな。実はレンジャーの場合、野宿するのはごく当たり前のことなんだ。以前私が外をさすらってた時は、風を避けるためのテントがあれば十分だった。まあ強いて好みをあげるなら、草木の生い茂った場所で過ごすのが好きだけど、だって聖地に満ちてるだろ。え、あ、そうそう、聖騎。ごめん、師匠から前に一度聞いたんだ、聖騎に満ち溢れてる場所は体にいいって。大丈夫、今のままでいい。一つの場所に長く住むには気分ってものが一番大切だろ。今のこの場所は私はとても気に入ってるんだ。誘ってくれてありがとう。最近調子はどうだ？もしどこか具合が悪かったら無理するなよ。いいぞ。ごめん、お前から先に話すのかと思ってた。自分から友達に話しかけることってほとんどないから、こんな時何を話せばいいのかわからないんだ。話してくれ。こっちの準備はできてるから。アンバーが私のことを言ってたのか？どんな風に言ってたんだ？ああ、ちょっと待ってくれ、ノートを探して書くから。そんなことないって。私なんか全然まだまだなのに。他には？私は精一杯頑張ってるんだけど、最近新しい単語を勉強したから、それに早くなれようと思って全部手紙に入れてみたんだけど、読むのに支障が出てるようじゃ、私が焦りすぎてたみたいだな。使う時はもう少し慎重になろう。あまりたくさん使わないで、新しい単語と古いのを混ぜながら使うか。本当か？それじゃ頼むよ。これからはお前のことを師匠と呼ばないとだな。最近調子はどうだ？もしどこか具合が悪かったら無理するなよ。いいぞ。ごめん、お前から先に話すのかと思ってた。自分から友達に話しかけることってほとんどないから、こんな時何を話せばいいのかわからないんだ。話してくれ。こっちの準備はできてるから。ガイアか。ごめん、急にお腹が痛くなってきた。ああ、そのことか。私はてっきり何でもない。最近新しい単語を勉強したから、それに早くなれようと思って全部手紙に入れてみたんだけど、読むのに支障が出てるようじゃ、私が焦りすぎてたみたいだな。使う時はもう少し慎重になろう。あまりたくさん使わないで、新しい単語と古いのを混ぜながら使うか。本当か？それじゃ頼むよ。これからはお前のことを師匠と呼ばないとだな。最近調子はどうだ？もしどこか具合が悪かったら無理するなよ。ああ、お前をキャンプに誘おうと思ってたところなんだ。
最近は体の調子もいいし、試験もちょうど終わったから、外に出て少しリラックスしてもいいって師匠に言われたんだよ。視界の開けた場所を探して景色を眺めないか、それから食材を少し持って行って外で料理をしよう。うん、出発は今日にしないか。実はまだ試験用紙を提出しただけなんだ。師匠は手元にある雑務を終わらせてから採点するって言ってて、でももし採点後私の進捗が思ってた通りのものじゃなかったら、また補習を受けなくちゃいけない。せっかくお前もうなずいてくれたし、この機会を無駄にしたくないんだ。ただよく考えると、食材は現地調達すればいいけど、場所についてはちょうどいいところがパッと思いつかなくって、それに野外でキャンプするときにはいろいろと注意事項があるし。ここでか。そうだよ、なんで思いつかなかったんだ。ここは広いし眺めもいい、それに周囲に危険もない。さすがお前だな、こんないいアイデアをすぐ思いつくなんて。あ、でもマルに文句を言われたりしないよな。